はい、今回は、乃木経囲碁の、一局から、井山さんの対局を見ていきたいと思います。はい、お相手は、張さんっていう方で、中国の、八段の方ですね。21歳の若手で今売り出し中って感じです。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、真似語風なね立ち上がりから、まあ、このね、まあ、定石、風な形から、はい、まあ、ここでつなぎを決めるとね、まあ、こっち変わって、まあ、それを保留しましたね。はい、まあ、白も相手が打ってこなかったんで、ここは大きいなところですね。お互い自分の根拠ができて、相手の根拠をなくす手なので、こういう手はいつでも大きい手です。はい、で、3-3ですね。はい、でここでまた両がかりと、まあ、白は、まあ、こちらでね打つことも可能ですし、こちらでね、打とうっていうこともねしていますね。またね同じような形ができまして、今度はつなぎで打たれましたね。まあ、この辺りはね、まあ難しいですけどね。まあ黒も素直にこう、つないだりはしないんですよね。うん。まあこうやって、まあ出切られても、まあコスんで戦うっていうことで、もう隅は生きてますんで、まあ、白もね、ちょっと出切りにくいわけですよね。ダメを切ることにもなるかもしれませんので。はい、ということで、コスみまして、まあさらに打ち込んで、局面をね、大きく動かしました。はい、うん、この切りはね難しいっていうか、うん、まあそうですね、まあある手ですか。こうやったら、まあこうやろうっていうことですね。まあこうやれば、これにはこう、こうやったらこうやりますか。ね。これ。この辺りの攻めがちょっとよくわかんないですけど。これは。どうなってますかね。非常に難しいですけど。うん、これはでもちょっと黒がダメっぽいかな。うん、主張になってそうですし。ということは、5に対して、単にこうですか。で、こうやって、こうやって、こうやって。うん、これもさっきと一緒ですね。うん、だから取る手がどうだったんでしょうかね。取れなかったのかな。うん、ちょっとねこう取れなかったのがちょっと分かんなかったんですけど、実際も跳ねまして、こうやって、思わぬ変化になったわですね。こうやってね、うん、この白ね生きないといけませんので、なんか打つとね、こっからこう打って死にが残ってますんで、まあすぐにはちょっとあれですけど、まあ死にが残ってますんでね。うん、まあ入れて、まあこうやってここを逃げられると、うん、これはちょっとね、なんとなくどちらかというと白の方が苦しいのかなっていう見えちゃうんですけどね。こう飛びまして、うん、自然とね白模様に入っていきましたよね。うん、でまあこっからまあ渾身の勝負手ですね。はい、まあ、こっちから打つとこれが効いてますので、これでもう切れちゃうということで、まあこっちからになりそうです。でこうなって、
構やって、ただこれはねそんなに攻め効かないと思いますんで、これでどれだけ、成果を上げることができるかなんですけど、そうですね、こう跳ねてこうなったんですけど、こう当たりできなかったのかなってちょっと思いますけどね。もしこうなればこれ大きそうですからね。まあこれでも黒がいいと思うんですけど、井山さんはねとっても苦しいと思うんですけどね。でもここから局面を打開するんですね。白ね生きないといけませんので、こういろいろやってるわけですね。ここは下がりが効けば、ここの当たりとこの一線の曲がりからね、生きはあると。はい、でここでここに一眼と、ここにね後手一眼があって、なかなか死なないんでしょうかね。でこの置きが、素晴らしい手でしたか。これつなぐと下がっておいて、そうですよね、これはこれで死にますからね。こうやってでこうやって、これは目がないですよね。こっから行くと生きちゃうな。これもダメが、あるから生きてますね。こうなんかうまい手があるのかな。いやでもこれで生きな気がしますね、よく見るとね。どうだったんでしょうかね。もしかしたら黒が間違えたのか、これしかなかったのかちょっと分かんないですけど、結果的にこうやってねこの石を取ることができましたね。でこれにはこう押さえから、ここに置かれるとまずいので、ここ一手入れまして、これでね、ここの一眼とここの一眼でね、生きてるんですね、白は。あとはもう打っただけって感じなんですけど、ここで黒の投了となりましたね。これはそうですね、すごく白の方が苦しいとね見えてたんですけど、かかとでしのいでね、結果的にはこう取ってしのぎまして、大変素晴らしかったですね。井山さんのね強さが光った一曲でした。じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。